家族はそうやってみんなでやるもんやっていう考えなんで、どうにかしてこう泣き止まさなきゃいけないと思った時に、うん、何もせえへん時代じゃないじゃないですか。泣きやんで、まあそういったところも全て一方通行ですわ、私の愛情は。何なん子育て論とかっていう。でも翔太郎もめっちゃやってるもんね、ご飯も作るしね。そうですね。いや僕は大輔さんと違って結構いろんな、あの全国各地というか静岡のチーム行ったりとか名古屋のチーム、その期間結構単身赴任も多かったんですよね。その期間結構子供たちが手間かかる時間を見てもらってたので、その返しというか、その男が何もせえへん時代じゃないじゃないですか。大輔さんも結構やるじゃないですか。俺好きやから、俺別にうち強要されてへんから、俺がただただやりたいだけ。そうですよね。だから僕も別に、うん、あのやれっていうんじゃなくて、家族はそうやってみんなでやるもんやっていう考えなんで、多分今大輔さんの娘さんも僕のところもやっぱそういうお父さんを見てると、多分そういう考えになっていきますよ。できるやろうね。だってもううちの子なんて亭主関白 の、 あの旦那を探すようにはならないでしょ。ならんやろうな。多分合わんやろうな。う合わないでしょ。うん、まだ逆にすごいそれがハマるかもしれないしな。あ、こんな人がいるんだ。あ、そういうこと。そうそう、普段ずっとさ日本食食べてるけど、うん、パスタ食うたらめちゃパスタ美味しいやろ。例えばこんな美味しいもんねやろ。だかもしれんし。で僕インスタとかにも結構料理とか作ったやつあげてるんですけど、絶対自分で作ってへんやろって言われますけど、やってるもんね、僕は結構、うん、大輔さんはあの何でしょう、そういう商品開発とかの発想とか、うん、まあ、料理もまあある程度しますけど、大輔さんは美味しいもん結構はる、なんか考える、そういうことに長けてはるんですけど、僕はもう冷蔵庫にあるものでどう美味しいものを作るかっていう考えです。見ててどっかでやったらいいでしょ、太郎の。あ、料理しましょうか。キッチンやったり。あ、料理しましょう。俺となりでチーンって鳴らしようか。いや、大好きな食材並べて、バーン食材並べて。いや、料理しよう。結局何が一番美味しいんで、素材が命って言われてるから。いや。でも大輔さんがいろいろ商品のことやってはったりとか、商品開発もやってて、ちょっとこれこの前まあ食べさせてもらったあのことか、両方習い、このいちごことかのいちごも美味しいんで、大輔さんのあの紹介してくれる食べ物全部美味しいんで、ここでちょいちょいやっていきましょう。もう慣れました。こので料理しましょう。料理して、ああそうか、料理はカットしてもらったりか。それはね、だって編集しながら作りながら食べるまで言うたら2時間ぐらい待つ。もう早巻き早送りですわ。子育て論でしょ。子育て論。何の話？まあでも子育てに関してはあるよね。いろんなことやったよね。なんかあるの？子育てで面白いエピソード。面白いエピソード。俺言おうか。うん。俺ね、上の子がまだ小さい時に、すごくなんていうかな、こうすごく代表活動とかしちゃうと家帰られへんやんか、うんうん、でたまに帰ってきたりとかするとやっぱこうすごくこう距離を縮めたくなるやんか、うんうん、ってなった時にうちの妻がちょっと外出としていて、うん、まあ、子供と2人になった時に泣き始めて、うん、どうにかしてこう泣き止まさなきゃいけないと思った時に、うん、何をしてもやっぱあかんのよね、うん、お父には勝てないから、うん、これはちょっと一発勝負やと思って、うん、俺のお父に座って言うてもまあまあ俺もお父あるやん。なんかこの前 YouTube かなんかでそんな面白いやつ見たけど、そんなほんまにさせる人おんの。ほんで素足して頑張った、泣きやんで、えー、いけると思った瞬間出てこうへん思てんやろな、いけつない中で。ちょっと待って、これ永久保存版、そのシーン想像して。大畑大輔がちなみにあの左乳ですけど、おかしい。出るか、そんなもん。でもその時思ったね、やっぱ勝てへんって、やっぱ母には勝てへんだと思ったね。勝たへん。それがやっぱ俺の中の一番の嫉妬やった。やっぱりもう父として父が出ない父。早口言葉なんだよ。ほんまないわそんな。なんかこうここにやりながらなんか哺乳瓶かなんかやったらよかったんちゃう。いやもうそんなんもできへんかった。もう自分の父でどうにかしてやろうと思って。いやなんか毎回こう最後に面白い話持ってるな。先輩俺そんなないもん。ないないっすよ。やらしたことありますけど、それは噛まれて痛かったっていうのもありますけど、そんなないな。それやな、そこはもう本当に何やろ、こううちの妻には頭が上がらないというか、うん、
やっぱそれは勝てへんなっていうのが一番あったね。上の子、上の子、でも下の方にやってない。あそれやだよ。あかんとこだから無理やと思う。それぐらいやったの。いや面白いな。一回だけやけ。これ結構バズりますよ。これでもね、皆さん絶対、俺父親やったことあると思うね。あるやろ、ないの。絶対これみんな恥ずかしがればいいんだけど、絶対やってるって。やってへんわいうコメントめっちゃ書かれたと思うけど、絶対やってるって。僕はやったことあるけど、ほら見て、絶対やってんねんって。好奇心とかは別として、まあそうっすね、俺も必要に駆られてやっただけだって。まあそういったところも全て一方通行ですわ、私の愛情は。だから僕たち2人とも男の子の育て方分からないですね。いやだからもうすごいなと思うわ。でもやっぱりこうなんていうの、このまあ、子供も異性やから可愛いってよく言うやん、うん、お母さんは息子が可愛かったりとかってよく言うやんか、うん、だからまあその時その時によって多分状況によって家庭によって変わるとは思うんだけど、もうでもなんかあんまり自分の中では男の子が生まれた時はどうだったろうなっていうのはイメージはできなかったなってあるよね、うん、そうですね、うん、で今の中では俺は本当にあの娘がどういった彼氏を連れてくるのかが一番楽しい。いやその時はちゃんと僕も家に行きます、うん、見に行きます。でも今考えたら、え、大輔さんお姉ちゃんいて、大輔さん、はい、姉とですよね。一緒やだから僕も姉とで、嫁と娘2人、うわ、一緒やん。すごい、誕生日も一週間違いそういうようなことやな。これからもご家族、ともともよろしくお願いします。何、ジャズの場合。いや、でも参考にはなったと思う、いろいろと。あんまり実はしなかった。最終的に結果は、もう男の父は吸わせるなっていう。父の父は血になる。じゃあ早口いらんねん。はい、まあこれからもこういう大畑大輔さんのプライベートをいろいろ掘り下げていきたいと思いますので、はい、これからもよろしく。これ多分娘に怒られるやろうな、これほんま。またいや怒らんといて。俺が聞きたかっただけやから怒らんといて。YouTube 見てます？娘の友達が見てる。ああそうなんや。これがまあ、それはそれで思われちゃう。そうですね、そうですね。その後、学校行ったりとかして、あの人の父やってみようって言わせたろうと思って。あの父で育ってんやって思わせたら、どっちの父やねんみたいな。学校行きにくい娘。これ YouTube の後ちょっと楽しみやな。楽しいですけど、ここでどうなったか、こうご期待です。どこかでまだこの話を披露するかも。そうですね、こういう、まあ、子育てエピソードとか子供の話とかもまたしていけたらなと思います。今回は子育て論とまでは言ってないですけど、はい、エピソードですね、はい、楽しかったです、はい、引き続きチャンネル登録とコメント欄、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。今度外出ましょう。 OK。 なんかまたイベント、いよいよ動き出しますか。はい、動き出しましょう、はい、コラボ、外で動き出すゲスト、子供たちとラグビーをするとか。おお、いいね。引き続き注目してください、はい、ちょっともっとチャンネル登録ボタンもお願いします、はい、ありがとうございました。